重血吸中症とは、重血吸中化に属する、寄生虫に感染することにより引き起こされる、病気の総称である。致死率こそ高くないものの、長期にわたり、内臓を痛める、慢性疾患であり、社会的経済的影響が大きい。炭水酸の巻貝が、中間縮主となっており、皮膚を汚染された水に浸すことで感染する。風によれば、 世界77カ国で2億人以上が感染しているとされる。帰り見られない熱帯病の一つである。腕に生じたセルカリア皮膚炎重血吸中症は基本的には慢性疾患である。重血吸中が皮膚から侵入した時にかゆみを伴う発疹が見られる。急性期の症状としては発熱、人魔神、下痢、肝皮腫、咳などがあり。 片山熱と呼ばれているが、目立った症状のない不健生感染となることも多い。さらに、収縮種が、腸類の重血吸虫のセルカリア侵入でも皮膚炎が発症するが、虫体は、寄生に成功することなくそのまま死滅するため、皮膚炎のみの症状で収束する。慢性症状は、成虫の寄生部位によって、尿路重血吸虫症と、腸管重血吸虫症とに対別できる。 尿路充血吸中症では、血尿が見られ、進行すると尿路の繊維症や腎炎が認められる。合併症として、膀胱癌が増えることも知られている。病変は生殖期にも及び、女性では、陰部の炎症や出血、血節、性交痛など、男性では、洗浪や前立腺に異常が見られ、不妊の原因にもなる。腸管充血吸中症では、腹痛、下痢、 血便などが見られる。進行すると肝硬変が起こり、門脈圧更新により、腹水が溜まる。食道上脈流が認められ、吐血する場合もある。脳腫瘍に似た症状を示すこともある。吸虫のうち、重血吸虫化に属する、寄生虫が病原体である。死有異体で血管に寄生するという点で、特徴的。哺乳類が収縮種であり、人に感染する。 重血吸虫としては、尿路周囲の静脈層に寄生するビルハルツ、重血吸虫、門脈など腸管周囲の静脈層に寄生する、インターカラーツム重血吸虫、日本重血吸虫、マンソン重血吸虫、メコン重血吸虫の5種が存在する。それ以外にも、野生動物や家畜に感染する種が知られており、これらが人に対して、セルカリア皮膚炎を起こすこともある。 充血吸虫は哺乳類を収縮種、炭水酸巻イを中間縮種としており、いずれの種もおよそ似たような生活感を持っている。巻イ、編集収縮種から排出された中卵は、炭水に接することで孵化し、ミラシジウムが泳ぎ出す。ミラシジウムは、炭水酸巻イの体表から感染し、組織内で農場のスポロシストへと変態する。この母スポロシスト内で、 陽性生殖により娘、スポロシストが形成される。娘スポロシストは中朝鮮へ移行して、再び陽性生殖により多数のセルカリアを形成する。セルカリアは宿主外の外実リズムに応じて脱出し、水中を遊泳する。哺乳類、編集セルカリアは哺乳類の皮膚にたどり着くと、タンパク質分解酵素を分泌して、皮膚内へと侵入し、 その頭部のみがシストソミューラへと変態する。シストソミューラは2日間ほど皮膚に滞在し、最上脈から血流に乗って肺へ向かう。肺で成虫に変態した後、感染8日から10日ほどで肝臓の類移動へとたどり着き、口吸盤を発達させ、赤血球を捕食して成熟する。成熟した重血球中は体長10ミリメートル程度で、 メスが、やや短いオスの抱えメス管に挟み込まれるように体になり、最終的な寄生部位へと移動して産卵する。セルカリアの感染から成熟して、産卵を始めるまでには6から8週間かかり、数年から20年ほど寄生を続ける。生まれた中卵は、消化管もしくは尿路から、宿主体外へと排出される。遊泳や水飲みなど水と接するときに感染する。漁業や、 水田の工作などの作業で水に浸かった時にも感染しうる。肝臓に認められた日本充血球虫の中卵、マンソン充血球虫や日本充血球虫が腸管膜や直腸の腸脈に移動するのに対して、ビルハルツ充血球虫は直腸腸脈層を経由して、膀胱、尿管、腎臓などの腸脈層へ移動する。この規制部位の差が腸管充血球虫症と、 尿路充血吸中症という症状の差を生み出す。しかし感染している親虫が症状を引き起こすのではなく、親虫が産んだ中卵に対して宿主が免疫を通して激しい炎症反応を起こし、それによって組織が損傷することが各種症状の原因となっている。したがって苦中しても中卵が残っている限りは症状が収まることはない。特に、 日本重血球中は1日3000個と大量の中卵を産み、激しい症状を引き起こすことになる。診断はエライザにより、患者血液から寄生虫抗原を検出することで行われる。顕微強化で瓶もしくは尿中に中卵を検出することも可能である。またビルハルス重血球中の場合、骨盤 X 線像に特徴的な膀胱の切開化が認められる。 高級中薬プラジカンテルで容易に治療することができる。プラジカンテルは安全な上定価格だが、それでも治療が必要な患者の14%にしか行き届いていない。その他、マンソン重血球中にはオキサムニキン、ビルハルツ重血球中にはメトリホナートが効く。かつてはアンチモンが用いられたこともある。中国考古史の長江の堤防。 重血吸虫がいるため、人や家畜が水に入ることは固く禁じられていると警告されている。感染リスクの高い地域では、定期的に全住民にプラジカンテルを投与することで、地域全体の中乱数を抑制する手段が取られる。それほどでもない場合は、学童や水に接する職業に従事する者に限定して投薬する。同時に衛生教育を行い、 分尿処理を改善するなどの手段を組み合わせる。炭水酸巻貝の駆除は非常に効果的で、アクロレイン、硫酸銅、ニクロサミドなどが用いられる。またザリガニの導入などで巻貝の生息数を調整するという手法も考えられる。しかしこれらは人為的に生態系を改変することになる。ワクチン開発は研究レベルに止まっている。重血吸中症によって失われた。 人口10万人あたりの、障害調整生命年齢となし10未満10から25、25から50、50から100、100から150、150から、200、200から250、250から300、300から350、350から400、400から450、450、マンソン獣血球中は、南米、カリブ海沿岸、アフリカ、中東など、ビルハルツ獣血球中は、 アフリカと中東、日本充血球中は中国やフィリピンインドネシアなど東南アジア、メコン充血球中はメコン川流域、インターカラーツム充血球中は西アフリカに分布している。特に上下水道設備が整っていない地域や家畜により排出された死尿を直接河川に排出している地域では感染の拡大が懸念されている。人の寄生中傷の中で マラリアに次いで2番目に社会経済学的影響の大きな疾患とされている。発展途上国74カ国で流行しており、2億人以上が感染し、7億人以上が感染リスクにさらされているとされる。また2000万人の患者が重篤な症状に悩まされており、年間死者数はアフリカだけで20万人ほどと見積もられている。かつては日本でも山梨県、 広島県、福岡県で日本重血球中の感染者が多かったが、1978年に山梨県で確認された患者を最後に新たな感染者は報告されていない。1990年に福岡県で安全宣言、1996年に山梨県で収束宣言がされ、世界で唯一重血球中症を撲滅した国となった。詳細は、 日本重血球中及び地方病を参照なお、中華人民共和国は大躍進政策期間中の1958年に世界初の重血球中小撲滅成功を宣言し、現在でもプロパガンダに使用しているが、実態を伴うものではなかったとされる。ありがとうございます。